てかさ俺完全にだまされてたことに最近気づいて、うん、あのウーバーで物頼むと紙入ってる時あるじゃん,うん、うん、その店からのあの配達員じゃなくてお店側そうそうそう,そういつもありがとうございます大変な時期一緒に乗り切りましょうみたいなスタッフ一同うんぬんかんぬみたいなのあるじゃんあるねたまにあれまあ心温まるじゃんうんでもね毎回来んなよその店からはいはいはい全然なんか 何度頼んでも親密になんねえなって思ったらねとうとうあの上の部分の文章がちょっと見切れたやつ <laughs> 送られて印刷だって気づいた <laughs> 手書きを印刷して <laughs> 同じのを貼ってんだならっていうのに気づいて逆にいやそもそもいらないことだからまあ、まあ、いいんでいだ、ね、そもそもが善意なのは <laughs> いいとしてもなんかそのせいで逆に。 んんうんうん、うんうん、ってなるこの葛藤ねなるほどな,なんかたまに毎回定型文で書いてるのかなって思ったけどうんいやそう、ね、定型文なのかと思ったんだよ俺もああお客様にはこうやってやってんだなって思ったら <laughs> 印刷いや大変だから仕方ないよしかも善意だしないよりマシなんだけどはい、はい <laughs> なんか一時期僕がさなんかこうなんか紙敷いてくれたんだよな地面にみたいな話したそう言ってたけど、うん、手書きの分も大概だろ <laughs> それで言うんであれば泣 <laughs> 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 くよー全部手書きはそりゃきついわ まあ、めんどくさいよねこれはピュアとかそういう話じゃないみんなもやられたらわかるから見切れてんのやだなうん「ご注文ありがとうございます」の上全部ねえんだよな <laughs> 5, 5かどうかもわかんないでも俺は今までこの定携文送られてるから俺なら分かっただけで「<laughs> あ,あ<の>ご注文ありがとうございますじゃん」って俺なら分かったけど普通じゃわかんないぐらい見切れてる。 海外の方はドアノブに引っ掛けたりするから取るのが大変って言ってるドアノブに引っ掛けられると取るの大変かな、えー、ドアノブガチャって言ったらそのままズルッと落ちんああなるほどツルッとなっちゃうのかわからん向こう側のドアノブだからかなってさすがに僕も手前側のドアノブと思ってないよさすがの僕もねあやばいんだ開けた瞬間に落ちちゃうんだあーやっぱそれか